2は確認した。さすが赤霊の羽、いい品だ。次も頼みたいが。申し訳ないけど別の仕事が入ってて、またの機会にお願いします。フィル、トール、トールよ、ちょうどよかった。仕事？そう、実は。トール、ここじゃまずいね。とにかくこっち。了解。ローランス秘書官が接触してきた。仕事の依頼があるらしい。なんだと？秘書官って皇帝付きの執事？うん、それに気になる情報も入ってきたよ。妃殿下が病没した弟の子を自分の養子として迎えようとしてるらしいって。確か今のローランス皇帝は前皇帝と別の女性の子だよね。そして妃殿下はあの事件で自分の子と共謀して帝位を自分の直系に継がせようとした。秘書官はそれを忘れてはいないだろうね。いいわ、私が処理する。受けるの？私たちの旧敵と言えるやつからの依頼を。忘れないで、本当にやらなきゃダメな仕事なら依頼主が誰でも関係ない。それが私たちでしょ。そうだよね。棟梁すごいよ。棟梁の名は伊達じゃないってね。依頼人とどう接触しようか。ペンドラゴの城に忍び込むよ。本気かい？呼び出したって本当の依頼主は来ないでしょ。代理人じゃ意味がないんだ。ちゃんと見極めたいから。わかった、城に行くならみんなを呼ばないと。大丈夫、俺も行くから。同志として見過ごせないことがあるんだ。え？いいの？どうする棟梁？ロゼさん、ローランス皇族は氷魔との関わりがあるらしいのです。僕たちだけで行く方がいい。トル、フィル、私らだけで行くよ。その方が動きやすい。わかった、気をつけて棟梁。スレイ、棟梁を頼むよ。ああ。なんか悪いね、風の骨のことに付き合わせちゃってさ。やっぱ心配だし、ほっとけないよ。氷魔が絡んでるのならなおさらだ。ついに来た。行くぞ、ペンドラゴニー。デゼル、本当にやるつもりなのか？今さらだな。何の話？お前が知る必要ない。何それ。いえ、やめろ。かっつくんじゃない。仲のよろしいこと？黙れ、とっとと行くぞ。デゼル、ローランス皇族は本当に氷魔なんだな。火付きの悪い奴だ。行けばわかる。ライラ、わかっていますわ、スレイさん。なんか私に黙ってること多くない？ごめん。ちゃんと話せるようになるまでもう少しお待ちください。ま、いいわ、わかった。氷魔が集まってきた。守りに呼ばれたら手はないぜ。瞬撃氷領弾アクアスカラメント。そうよ、やめない。これでどうだ。これから
平気だよ、先に進もう。恐ろしい戦い方ね。ザビーだ。偶然って感じじゃないね。今回の相手だけは俺に任せなって。悪いことは言わないから。ふざけんなよザビーだ。ふざけてないぜ、特に今回はな。ま、聞く耳持たないってんなら俺もいつも通りやらせてもらうだけだけどな。行かせるか。わかったよデゼル。俺にはどうしてもケリをつけなきゃならんやつがあと2人いる。だからこの最後の2発はその時のために大事に取ってたもんだ。おい話が見えない。ミクボ、男の本気は本気で受け止めるもんだ。覚えとけ。来な。上等だ。なんでこうなんの。しょうがない、やるぞ。てめえの水鏡だ。俺の目的を邪魔させる。その水鏡に勝ってから吠えな。スレイ、こいつは俺が締める。俺を引っ込めんじゃないぜ。呼吸の自由に。
こいつが兵馬を殺すのを止められねえときはこいつを撃て。これの力なら汚れと結びつくのをしばらくは防げる。分かった。最後の一発をくれてやるんだ。このお菓子後で返すよ。なぜそこまで。なんとなくさ。ち、行けよ。俺はちっと寝るわ。城に忍び込むのは夜。宿で時間潰そっか。